今回は口元のだるみマリオネットラインの消す方法をお伝えしたいと思います。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。炭酸生態のアンジです。今回も老化予防のアイデアとか健康に関するヒントをあなたにお届けしたいと思います。はい、今日はですねマリオネットラインの消す方法ということでお伝えしていきたいと思うんですけども、以前もですね何本かマリオネットラインのですね動画を撮らせてもらったんですけども、今回はですねさらに進化したバージョンということでお伝えしていきたいと思います。いつもですねほうれい線でも口のたるみとか頬のたるみとかいろんな動画を撮ってますけど、これもですねあなたが合うものをですねチョイスしていただいたらいいかなと思うんで、それぞれ見てですね参考にしていただけたらと思っております。これもですね老化予防、見た目年齢の、ですね、若返り対策ということでやっていきたいと思うんですけど、ほうれい線じゃないわ、マリオネットラインですね。マリオネットラインがなぜできるかっていうことはやはりですね、筋肉の、老化と言いますか、やっぱり顔の筋肉がたるんでくるっていうですね、これはもう年齢には逆らえないっていうところあるんですけど、それをですね、いかに食い止めて、いかに老化を進行を抑えるかっていうのは僕のテーマだと思ってるんですね。それをですね、あなたにお伝えしたいと思うんですけど、やっぱり顔の筋肉の低下、まあ体の筋肉もそうなんですけど、やっぱり老化的にですね、退化していくじゃないですか。それをですね、退化をミスゴしてですね、化粧品で、やっぱごまかすのも限界があると思うんですよ。だったらですね、顔の筋肉もですね、お手入れして若返るっていうことなんですけども、実際ですね、やっぱこうたるんできたらですね、このたるみ、頬のたるみですね。頬のたるみであったりとか、この口元の下のたるみであったりとか、ここの筋肉のたるみっていうのがやっぱりこの3つのポイントがあるんですね。この3つをですね、今日はやっていきたいと思うんですけども、まずですね、その筋肉、ですね、ちょっと今日はホワイトボードを用意したんですけども、これがあの口の目目鼻口なんですけども、この筋肉がですね、今言ったこの口の口輪筋という筋肉があるんですけど、この筋肉にですね、こう頬の筋肉はこういう感じで走ってるわけなんですね。でこの筋肉はですね、頬が下がってくることによってこの筋肉がこう下がってきてですね、この口のこの口輪筋の周辺にですね、こう寄っちゃうんですよね。下がってきて寄っちゃうことによってここがたるんできたりとか、こうシワができるっていうことなんです。筋肉がこう寄れてくるようなイメージにしておいてもらっていいかなと思うんです。その寄れを改善していってですね、ここがすっきり、口元がすっきり、マリオネットラインが消えるっていうことなんですけども、この念のためにこっちを見せておきますね。この口輪筋、唇の周辺の筋肉ですね。今僕が言ったのはこの筋肉ですね。こういう筋肉ですね。こういう筋肉がこう下がってきて、頬が垂れることによって下がってきて、この周辺、この付け根ですね、付け根あたりに老廃物であったり筋肉がこうシュッとくしゃくしゃっとなってですね、よれてきて、そこにシワができる、こう滑らかじゃなくなるということなんです。それをちょっと改善したいと思うんですけども、今日はですね、3つあります。その前にですね、まず、頬の筋肉のですね、リンパを流しやすくするために、まずですね、手をパーにしていただいて、こういう感じで顔を包み込むようにして、後ろにこう引っ張るような感じ、後ろに引っ張るような感じ、こう1、2、3、4、5、5回やってください。で、これですね、今日は化粧水とか美容液とか紹介してないんですけど、まず、もしよかったらこれも使ってもらっていいかなと思うんですけど、あなたの使っているですね、化粧水、美容液でやってください。きつくこするとですね、このくすみであったりとかですね、この肌にこう、赤みが出たりするとちょっと嫌じゃないですか、顔の筋肉ってね。だから、あなたの使いやすいもので使ってください。これも全然 OK なんで使ってください。でですね、5回やった後に次ですね、この後傾筋、この首のここの、このね、後傾筋を伸ばすんですけど、この時にですね、このピッ、このね、あ、間違えた。これね、この顎の下の筋肉が動きが悪くなってくるんですよ。マリオネットラインが動かないっていうか、マリオネットラインができるっていうのは、ここの動きも悪くなるんで、ここが何かというとですね、この後傾筋っていう首の、この筋肉が硬くなってくると、首が動きにくくなることによって、下からもですね、たるみの原因となってくるんで、ここを伸ばしてあげてください。これもですね、手を
ペケにして上にグーッと上げて1,2,3,4,5,6,7,8,9 ずっと10回10秒やってください。でこれ伸ばすような感じですね。これも化粧水とかですね、できたらこっちの方がいいかもしれないですね。筋肉柔らかくするんであればこっちの方が全然いいかもしれないんですけども、これ使ってもらっていいかなと思います。こういう感じで10秒やってください。でここからですね、この後輪筋の周りのですね筋肉を緩めていくんですけども、先ほどもですね、このiPad でもお伝えしましたけど、この筋肉、この後輪筋のこの口のここですね、ちょうどここにですね、集合してきてるんですね。集合してきて、こう、1、2、大きく言うと3、4ってあるんですけど、この4つの筋肉のこの繋がってるところを緩めていくっていう方法なんですね。で、これをですね、上からですね、この、こっちから行きましょう。この口のちょうどここの、ってやると、後傾筋が出て、後傾筋ちゃうわ。後輪筋が出てくるんですね。これですね。ってやったらですね、出てくるんで、そこをちょっとチェックしてください。で、ここでですね、中指でも結構なんで、これをですね、後ろ方向に、1,2,3,4,5,6,7,8,9、10ってやってください。で、その次はですね、ちょっと上に行っていただいて、これも上に、1,2,3,4,5,6,7,8,9、10ってやってください。あ、結構いいですね。で、こうですね、次、ちょっともう一つ上に行きましょう。はい、ちょうどこの鼻と、の間らへんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9、10ってやってください。で、その次、この下。ちょうどこの、ここ、下唇の下にこう、この筋肉が、ちょん。これですね。これがあるんですけど、これをですね、次、こう動かしてください。1,2,3,4,5,6,7,8,9、10って感じでやっていただくとですね、ですね、これね、意外にですね、こう触るとですね、全然盛り上がりが違うんですよね。今こっちだいぶスムーズに行くんですけど、こっちはですね、こうちょっとこう盛り上がってる感じなんで、口もね、これ見た方わかるかもしれない。こっちもこう平面になって、こっちちょっとボコってなってるんで、この口が盛り上がることによってこのシワができやすくなるんで、それをちょっとですね、やってほしいと思います。次僕もこっちやっておきます。ちょっとこうですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。で、次、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ちょっと上ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。で、最後下、こう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10って感じですね。これをやってほしいと思います。なるほど。これをですね、3セットやってほしいと思います。この3セットやることによってですね、このマリオネットラインであったり、口元のたるみ、ここら辺がもったりする方がおられるんですけど、僕もですね、ちょっとここら辺気をつけないといけないんで自分でやってるんですけども、これをですね、やることによって、この顎の周りもシャープになりますし、あなたのね、顔の表情もですね、みるみる変わっていきますので、ぜひですね、あなたも試してみてほしいと思います。まあ、この動画良かったなと思ったら、いいねのボタン、ぜひよろしくお願いします。またですね、チャンネル登録も、こちらのね、貼っておきますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。また、こちらの方にもね、マリオネットラインのですね、他の動画も関連動画としては貼っておきますので、よかったらそちらの方も参考にしてみてください。まあ、今日はですね、このスプレーの紹介はしてなかったんですけど、よかったらこのスプレーも使うことによってですね、炭酸を使って、毛細血管を拡張して筋肉の動きを良くするっていう作用がありますし、ヒアルロン酸、プラセンタ、ビタミン C というのも入っているので、よかったらこちらの方ですね、試してみてください。ではですね、また次回お会いしましょう。さよなら。